高評価とチャンネル登録부탁드릴게요。本日は生まれ変わってもよろしく7話の予告を持ってきました。メイキング映像もね、少しだけ紹介しましたが、キング・ザ・ランドのようにですね、この2人も美男美女ですね、絵になりますね。身長も高いしね、本当にイケメン、可愛くてですね、見てる人たちがね、笑顔になってしまうんですが、ちょっとだけね、残念なところは、なんかね、複雑すぎるのかなっていうところですかね。トピックが多すぎる。キング・ザ・ランドは圧倒的に人気ありますが、生まれ変わってもよろしくが、それと比べて若干、不足してるのは、テーマが多すぎるのかなって、思ってます。ですが、僕は最後まで、12話、最終話まで絶対見ようと思ってます。気になりますね。では、7話の予告、一緒に見に行きましょう。どうぞ。그쪽도전생을기억해요?지음씨가전생을기억하게된이유가있을겁니다그교통사고단순한뺑소니가아닌것같다일단은정신바짝차리고죽은척을해야우리가살아누구때문에죽었는지알아야되잖아요先ほどね、トピックが多いっていうのはお伝えしたんですけども、一つのトピックはこれですよね。民疑。ね。民疑は、なぜ前世を覚えているのか。ね。わかんないじゃないですか。ね。あともう一人、女の子出てきたと思うんですけど、この子ですよね。で、この子は、6話でね、あじゅさいこんねみたいな、よく育ったねみたいなこと言ってて、で、沢をね、こう隠れて見てたので、おそらく沢のお母さんじゃないかなと。だからこの2人も前世を覚えてるということですよね。で、ね、彼がね、ご覧の通り言ってるじゃないですか。理由があると。前世を覚えてる理由があると。これも謎ですよね。これだからトピックが多すぎるんですよ。これなんでだろうっていうね。過去があったと。19回ですか ?19、チームは19回の人生を生きてますが、19回も生きてるのに前世を記憶した理由が必ずあると。これが2つのトピックですね。どういう理由で前世を覚えているのか。ね。そして、3つ目が多すぎるんですよ。3つ目が、ソアと、チウムは、引き逃げられて、亡くなったわけではないと。他殺ですと。誰かが狙って、事故を作ってしまっているというところで、それは、その犯人は誰なのかも謎ですよね。3つ目の謎がありますと。いうことで、ちょっとね、多すぎるんですよね、謎がね。で、3話もあれば、ラブラインもある。っていうのはカンドラあるあるだとは思いますが、ちょっと複雑すぎてついていくのにちょっと大変。っていうところが、キング・ザ・ランドとこう違いなのかなと思っております。윤초는한지제가윤초씨랑같이있었어요 하비선님, 저 좋아하죠? 우리가 전생에 만난 적이 있다면 어떤 사이였을 것 같아요? 저랑 사귀어 주세요. 2つ目のラブラインですよね。ハドヨン、ハイショと、ユンチョン。実はね、ハビソも、ユンチョンが好きだったということでしたよね。この2人の、今後の恋の行方も当然気になるところですが、ちょっと弱いかなーっていう感じがしますよね。ね。そこがね、やっぱ、まあ大体ね、皆さんカンドラ好きな方わかるのかな、サブが当然いますよね。主人公2人がいて、大体三角関係の3人目の、まあ男性と女性、が出てくると。ここ結構カンドラでは重要ですけど、まだまだちょっとね、盛り上がりが足りない感じはしております。あとはですね、この2人はどんどん距離が縮んでいく、ことなんですが、ちょっとずつね、チームがね、過去の話しちゃうんですよね。ね、ユンチョンにも結局自分がお姉ちゃんだったよっていうのを言ってたじゃないですか。で、ソアにもね、なんかね、ヒントをちょっとずつ当ててると、ここもちょっとね、気になるところですね。そのまんまソアが自然と、こう気づいて、た方がより、面白いのかなと思うんですが、でもですね、ここすごく重要な局面でして、まあ、皆さんご存知の通りね、エギョンが、病名のわからない、病気になってるじゃないですか。で、チョンも、作業中になんか事故りそうになりますよね。で、それは共通点としては、ジムが、前世を記憶してることを知ってる人が、何か、悪いことにされてしまうというところで、これでサーが、パンジウムがユン・ジュヨンだったっていうヌナだったっていうことを分かってしまうと、サーにも、危険が及ぼすことになるので、もしかしたら、悲しいシーンもあるかもしれないと。いうことで、結構、だから4つ目の謎ですね。4つ目の謎がありますと。謎だらけですと。さてと、ちょらん詐欺を受せよ。私と付き合ってください。2つ目の告白ですかね。だけどもうキスしようとしてるから、もう付き合ってんじゃないですか。ね。もう3回目の告白の前で2人は付き合いごとになりそうですと。まあ、12話ですからね。で、半分終わって残り6話しかないので、急がないとですね、展開をね、謎も多いし、ね、2人の関係も、サブのラブラインの関係も深めないといけないし、なので忙しいです。ということでね、まあ、僕はね、ちょっと辛口で今日喋ったかもしれませんが、とはいえ、気になるところ満載で、必ず12話まで追っかけていきたいと思います。ではまた。